1768年イギリス総選挙は、第13期グレートブリテン議会の庶民議員議員を選出するために行われた選挙。1768年の総選挙では、各党の首脳部とも代替わりしていた。それまでの政治を主導したビュート伯爵、チャタム伯爵、ニューカススル公爵が揃って、政界引退したためであった。その結果、内閣の中心人物は、第一 大倉教のグラフトン公爵と庶民医を主導したノース教となった。選挙は清掃が停滞している最中に行われた。野党のロッキンガム派保育党とグレンビル派はいずれも由来とする元首相の在任中に結成され、それから2年も経過した1768年選挙ではすでに実質的な政策論争に書いていた。選挙の勝敗よりも重要だったのは 急進主義者のジョン・ウィルクスがミドルセックス選挙区で当選したことである。ウィルクスの当選は政治危機の引き金となり、イギリスにおける政治的急進主義の始まりにもなった。グレートブリテン議会が存在した前期間を通して区割りが変更されることはなかった。総選挙は1768年3月16日から5月6日まで行われた。この時代の選挙は、 すべての選挙区で同時に行われず、各バラや軍でバラバラに行われた。ありがとうございます。